ジョン・タルボット、初代シュルーズベリー伯爵ジョン・タルボット、聖、年負傷から1453年7月17日は、イングランドの貴族、軍人。100年戦争中のイングランド軍の主要な指揮官の一人で、あり、ランカスター朝における唯一のである。シュルーズベリー伯爵タルボット家、ジェットインドイコールタルボット家の祖にあたる。イングランドシュロップシャーに生まれる。 父は、第四代リチャード・タルボット、母はその妻・アンカレット、第四代、リチャード・タルボットの娘で後に第七代ブラック・ミアの、ストレンジ女男爵位継承した。彼は、夫妻の次男にあたり、兄に、第五代タルボット男爵、第八代、ストレンジ男爵となるギルバート・タルボットがいる。少年は1373年とも、1390年頃とも、言われる。 タルボット家は、ノルマンディの高地方に起源を持つ、ノルマン人の家系であるという。1404年から1413年にかけて、アニギルバートと共にオワイングリンドゥール、オーエイングレンダワーの反乱やウェールズ方面の戦争に従軍した。1413年3月に、ヘンリー5世が即位した際に一時逮捕されて、ロンドン島へ投獄されるもすぐに釈放された。釈放後、 ベックスフォードに領地を持っていたことから、1414 14年の2月から5年に、渡って、アイルランド総督を務めた。しかし何度かの戦闘を行い、第四代オーモンド伯爵と対立したり、アイルランドにおける荒烈な統治と、ヘレフォードシャーでの残虐行為により告訴されている。1420年から1424年にかけて、フランスに派遣され、 1424年8月のベルヌイユの戦いで指揮を取り、この際の選考でガーター騎士団勲章ナイトに助せられた。1418年10月19日に兄が死去し、その娘で命、アンカレット・タルボットが第6代タルボット男爵クライと第9代ストレンジ男爵位を継承したが、彼女も1421年12月13日に 幼くして指揮をしたため、ジョンが第七代、タルボット男爵くらいと、第十代、ストレンジ男爵位を継承することになった。この後、1425年にごく短期間だが、アイルランド総督に再任されている。1427年に再び、フランスに赴もき、衆都である、第十三代ウォーリック博、リチャード・ドビーチャムの指揮のもとモンタルジの戦いに、 参加するが、敗北した。しかし1428年には、ラバルやルマンのダッシュに貢献、ロエアック領主、アンドレ・ドラバルを捕虜とした。同年から1429年にかけて行われた、オルレアン包囲戦でも司令官のソールズベリー博、トマス・モンタキュートが11月に戦死すると、サフォーク博、ウィリアム・ドラポールとトーマス・スケールズともに指揮官の一人として、活躍するが、 1429年5月に、ジャンヌ・ダルク率いるフランス軍の手によって、オルレアンが解放されると、他のイングランド軍と共に敗走した。その後、タルボット卿の部隊は、ジャンビルで陣容を立て直し、パリにいる摂政ベッドフォードコージョンが派遣した、ジョン・ファストルフ率いる援軍と合流し、ボージャンシーの戦いの救援に向かったが、この救援に間に合わず、パリへ引き上げようとしたところを、 フランスの追尾軍に発見され、6月18日にパテへの戦いに及ぶも惨敗。タルボット卿もフランス軍の捕虜となった。4年間旅収のみとなった末2433年にフランス軍の指揮官ジャンポトンド・ザントライユとの人質交換という形で解放された。タルボット卿と帰関の軍隊は解放後も軍事行動を続け、スケールズと共にフランスから 多くの町を奪回した。おそらく彼は、当時最も大胆不的な戦士でもあっただろうと考えられている。彼の部隊は、フランス軍の前進に対する緊急機動部隊とも、言うべきものであり、評判であった。1436年の1月、タルボットは小規模な部隊を率いていたが、ルーアンの近く乗り、ライデライルとザントライユの軍を配送させている。翌年、 クロトワでは大胆にもソンムの町を通過し、ブルゴーニュの兵を敗走させている。1439年の12月には、奇襲による側面攻撃でリッシュモン減水の6000もの兵を敗走させ、翌1440年にはを奪還している。1441年には、4回もフランス軍をセーヌ川やワーズ川の向こうに追い払っている。 しかし同年ポントワーズをフランス軍に奪還され、ディエップ行為も失敗に終わる。先行をねぎらわれ、1442年5月20日には、シュルーズベリー伯爵に助せられた。1444年に帰国。1445年には、イングランド王ヘンリー6世からフランス王としてに任せられた。同年、ヘンリー6世と結婚した王妃。 マーガレット・オブ・アンジューにフランス語で書かれた装飾写しを献上している。1446年7月17日にはアイルランド貴族爵位のウォーター・フォード伯爵を与えられた。アイルランドのにも認知られている。一方フランスでの百年戦争はイングランドが徐々にフランス軍の反撃で追い詰められていた。1450年のフォルミニーの戦いでリッシュモンが イギリス軍を打ち破り、フランス北部のノルマンディーを奪還した。これにより、イングランドのフランス領は南西部のアキテーヌが残り、アキテーヌの都市ボルドーも翌1451年にフランス軍に奪われた。奪還を図るイングランドは1452年、ボルドー市民の要請でタルボット率いる遠征軍を再びフランスに派遣、フランスに上陸したタルボットは、 ボルドーを解放したが、翌1453年に、アキテーヌへ攻め込んだ、フランス軍と対戦したが、旧兵や槍兵など不評部隊が多く、騎士や銃騎兵が少ない変則的部隊であったため、7月17日のカスティヨンの戦いで廃止した。くしくも、フランス軍を率いていたのは、かつて捕虜にしたアンドレ・ド・ラバルだった。10月19日に、ボルドーも再度フランス軍に落とされ、 百年戦争は、事実イングランドの敗北で終戦を迎え、タルボットの心臓は、シュロップシャーの、ウィットチャーチにある聖オークマンド教会に収められている。その有望化監査により、イングランドのアキレス、イングリッシュアキレスと呼ばれた。しかし、タルボットの将軍としての指揮能力には、疑問が呈されており、パテの敗戦やカスティオンでの誤った情報に基づく、 無謀な突撃が証拠として挙げられている。で、以下の借位を行使。1409年から1420年までこの資格で議会に出席。1421年12月13日に命、アンカレット・タルボットから以下の2つの借位を継承。1442年5月20日に以下の借位を新規にノブされる。1446年7月17日に 以下の尺を新規にノブされる。タルボットは1406年3月12日、モード・ネビルと結婚する。モードは第5代ファーニバル男爵であるトマス・ネビル。トマスは第3代ネビル・ドゥ・レビー男爵・ジョン・ドゥ・ネビルの子の女性相続人だった。このモードの権利によってタルボットは1409年の議会に出席、4人の子供が生まれた。1425年9月6日。 マーガレット・ビーチャムと再婚する。マーガレットは十三代ウォリック博、リチャード・ド・ビーチャムとエリザベス・ド・バークリーとの間の娘である。この結婚によって五人の子供が生まれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。